はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。今回は AK47 ブラッディーパークを当てたのでやっていきたいと思います。とりあえずグレートホイール、今回のブラッディーパークかの、グレートホイールで目玉だと思った、武器、まあ、3つぐらい、2つかは取ってきました。なので今回はまず AK47 ブラッディーパークやっていきたいと思います。ブラッティーパークの性能を見た感じなんですけど、非常に高火力な武器なんですが、防弾貫通能力が30で、前回紹介したエビツーブラックバロンなどの防弾貫通能力がちょっと及ばないんですよ。なのでもしかしたらこれの数字が5の差でここの攻撃力が多分追いつくか同等ぐらいだと思います。おそらく3低くてもライフリングにしたらもしかしたらね、ワンチャンあるのかなとは思うんですけど、とりあえずそれを差し引いても高性能な武器なので、この武器楽しく使っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。もうよりくんがいるね、久しぶりだ。さあ、縦反動はちょっとね、射撃訓練場とか、まああとちなみにこれ当ててからしばらくこうちょっと寝かせてたんで、少し使ったんですけど、まあ優秀ですよ。非常に優秀だなと思うんですが、まあ縦反動なのが非常にいいところなのかなと。個人的には思います。縦反動、縦ブレ、普通横にこうブレたりするので、まあ当たりにくいよねっていうところあるんだけど、縦反動にブレると、まあ、頭にも当たりやすいので、まあいいんじゃないかなと。こんな感じでね、頭に当たるわけですよ。ああ。ただ連射力 11.97、 すごい優秀なんだけども、ちょっと扱いが難しいかなと。決して簡単な武器ではないなと思います。効果力、さあガンガン攻めていきましょう。ほら効果力だよね。あ、やばいかも。お、敵がいる。敵だ。はい。すごくない？あのぐらい火力高くて、連射力がアホみたいに高いんで、今みたいに一瞬で溶かせる。で、16モーダーに戻ってるってのも一応あるんだよね。21じゃないので、そこがね、少しこう、まあ、さらにこう、強さに拍車がかかってるのかなと思います。まあ、それをね、なしで考えてもすげえダメージ入ってるなと思います。まあ、状態に関しては21も16もそこまで大きな差はないんですけど、頭のダメージがね、違うのでね。おー、ラグいね。ただ、この少し特殊な反動は、なんか見られますね。あ、当たんねえんだ。そう、この入り方が強い。この縦ブレを抑えられると強い。だあんまり走り打ちしてないんだよね、俺ね。やりすぎると、まあ、多分ばらけていくパターンの武器だろうなと思って、あまりやらん走るうちそこまで多くはしないようにしてます。できないことはないけど、やるならライフリングの方がいいだろうね、これ走るうちって思う。あー、惜しい。ダメージも非常に優秀ですね、18っていうかめちゃくちゃ勝てるな。来るかな。うわ、逃がさない。これ優秀ですね。この、逃がしちゃったかなーって思いきや、実は逃がしませんでしたっていうパターンの、倒し方できるのは非常に優秀ですね。削ったね、今のは。いいとこ取りした感じがすごい。慌たらない。うわ、一瞬一撃なんだけど。鬼の火力なんだよね、このね、M500 ね。ちなみに覗いてもいいけど、あんまりおすすめしないですね。こんな感じでぐだっちゃいます。別に必要性がないものは覗かなくていいという。いやー、だいぶスナイパーに対しても今削ってたね、ダメージね。ワンチャン勝ってたかもしんない。いやー、ほんとよく削る。ああ、死んだ。よく削るわ。お、敵がいた、びっくりした。いないと思った。
倒しよし。これ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 、この倒し方できるのマジででかい。さあ前に出ちゃいます。ここはあ人が少ないんでね、なんとかこううまくスコア稼げてますけど、あ運がいいという感じでしょうか。まあ、武器の強さも相まってね、優秀ですよ、これは。おー、それはね、予想外ですね。さあ、もう終わりかな。あー、来てくれたら嬉しかったけど、おー、ナイス。素晴らしい。まあ、やっていきましょう。こんな広いマップでね、33はダメだよ。ね。とりあえずライフリングバレルはまた別な機会にね、そのうちやっていこうかな。あ、まあ、これでどんぐらい入るかだけ見ときましょうか。ああ、もう終わっちゃったか。倒すか。ね、あれでどんなもん入るかが、まあ気になりますよね。敵さんはどこにいるのでしょうかという感じですけど、え、あ、さあ来るかな。まあじゃあまあ離れまくってってのがあるね。これはねさすがに。よくやったわ。あ、間違った、顔文字チョイスだ。多分50は簡単に入ると思うな。逃げちゃったら確実に今の20何歩とかのあれになっちゃいますね、ダメージ。うわ、音ちょっとでかすぎた。後ろ、いい報告。やっぱり58、57は入りますね。足ダメでも腕ダメ 24.2、 足で 19.8。 だいぶ、あ、俺かな、ちょっと適当に。だいぶあのダメージはいいなとは思いますけども、さあしっかりやっていきましょう。まあだいぶ殲滅の方でね、あのこう敵倒しててね、いっぱいいいところ見せたんで、今回この爆破はなるべく早めに終わらせれるような方向性で頑張っていきましょう。今のがこの武器のいいところ。下から撃って胴体から撃ち始めたのに頭に最後入っていくっていう反動のおかげで、今のもダメージすごいね。32とか出てたね。これがね、非常にこの武器のいいところ。この横ブレじゃなくて縦ブレになるっていう。しかも上に上がっていくっていう。これが非常に僕はお好きですね。わざとの屋外に入ってね、ここで待つんですよ。リロード。おー、うまい。壁抜きになっちゃったんだね。これがなければ落としていたかなと思われます。さすがに4発は耐えられないっぽいね。 27.2、 27.7、 おそらくコツと同じダメージが入ったとして48、49で最後ボーダーがなくなってきたらもっと入るから、多分今ので落とせますね、4発で。なんで壁抜きになったんだろうね。今壁抜く要素あったあそこでね。まあしょうがないとして、でもう一人の方はこっち、頭でやはり60。これ多分ライフリングつけたら66とかいくんじゃねえか。アホみたいに攻撃高いな。で腕ダメで25持っててるんで、で最後頭に入れて終わりっていう。まあ、頭は胴体で落とせるような武器ではないけど、もしかしたらライフリングにして51とかいうわけわかんねえ火力にしたら頭胴体で落とせるということができるのかな。でも個人的には、あ、惜しい、60を超えるようなダメージ出た欲しかったな、もっと安定で。まあライフリングすれば出るけど、連射力というものを減点すれば。ただね、ライフリングつけてバーストつけると1以上 10.8 ぐらいしか連射力なくなるんですよ。でバーストバレルが11.9 というふうにすごい高火力というか高連射力が出るので、やはりね個人的には、あ、なんだこれ。そうなりますよね。この正義に最後。あ、これそうだ、そういうことだよね。最終戦。
あ、味方がやりそうだけど。あー、やられちゃった。C4 忘れちゃったね。ね、防弾削れて相手に対してはもうこのダメージを入れられるという。ね、ここの 50.3 とかね。あ、ここね、最後。教えとかないとね。で、35.4、31.3、32.3 ということで安定してこのダメージを叩き込める。いやー、おかしいね。あの、近距離戦だからってのもあるけど、この、あの連射力で、バストバルフで10、約12の連射力でこんな打ち込まれたらどうしようもなくない ?67、60?6.7。ほぼ100じゃん、ここで。だから、胴体入れた瞬間、あとどこでもいいんだわ。やべえね。さすがにやべえな、この武器。ということで、あれまれまと、もうね、3対2で、早く終わらせようと思ったんですけれども、相手さんがね、強いというのことでね、なかなか。さあ、そしてね、今から宣伝しとくんですけど、13個ぐらい新しい武器が上がりますね、この動画から。だいぶね、武器を当ててしまったので、ちょっと。敵を発見した。だいぶ多くなってしまいます。楽しみに、この2週間くらいちょっと楽しみにしてください。さあ、ここから取り返す派っていうことになったら、ちょっと。あっと。さあ、ここから取り返すとなったら、ちょっと楽しみですね。この制御。ああ、僕来てたー。ちょっとあれだったね。敵がいたのが予想外だったね。うまいことこう回ってたのかもね。さあやっていきましょう。そう、ベタ褒めするがね、このリスナーさんからも言われたんだけど、ベタ褒めするほどじゃないんですよ。ベタ褒めするほど、いいと言える武器じゃないのがね、ちょっとこう、なんとも言えないところの一つなんですよね。ちょっと厳しいのかな、これは。ちょっと抜きづらいポジションで言いとくってのがベストかもしれんが、これは人数を押していった方がいいですね。さあ、スナイパーだけなんで、あと1側攻めましょう。さあ、俺が持っておこう。一回下入ったけど、今。そうなんよ、ここにいるんよね。ここら辺から行くんじゃないかな、これ。あんまやったことないんで、なんと見えないんだけど。あ、そっちか。はい、ということで、あれもあれもと逆転をされてしまいましたと。ねえ、なかなか勝てないですね。あ、ガンガン決め打ちして、プレッシャーをかけていきましょう。あー、ダメだったー。1キルが精一杯。ねえ、あの距離でも4発で倒すと。マジ強えな。やはり胴体2回入れれば、ね、こんだけ AP に持ってかれてても、あとは、スダメの方でカバーできるという、まあ、優秀なポイントですよ。 103.1 ね、ライフリングだったらもう余裕なんだろうね。安定して1発なんだろうけど、ただ連射力の問題があるからなんとも言えませんけども、十分。はい、というわけで、AK47 ブラッティーバーク、最後ちょっとね、1キルぐらいしかできなくてもったいなかったんですけど、まあダメージはいっぱい見せれたんで十分かなと思います。やはり見て分かる通り、超高火力、超連射力ということで、4発あっという間に入れられるんですね。そして機動性の高さ、まあちょっと俺振っちゃってるっていうのもあるんだけど、でもそれでも使用標準でね、十分高い機動性持ってるんで、強いかなと思います。で、オフピックとか93.5だし、96.9 ぐらいでしょ。で、一応改造ソーダ見せれてなかったんですけど、まあこんな感じの改造になっておりますね。まあまあ強いかなと思いますが、個人的には、まあ射程か電車に触れればいいのかなと。攻撃力も十分高いんで、全然いいかなと思いますね。で、電車に振ってあげたりして、まあライフリングつけてもいいし、バーストでもしっかりと強いかなと思いますね、今のところは。まあライフリングもそのうち、まあ一通りちょっといろいろ終わってからもう一回ね、AK47入れます、やりますんで、まあその時に、説明したいと思います。というわけで、今回ここになります。お疲れ様です。